さて、綺麗な水が飲みてーとか。あ、浄水器作ってって言ったんだっけ、こいつ。さあ、みんな俺のベッドで勝手に寝るからな。こいつらのこと俺嫌いやね、正直言って。こいつら俺が作ったベッドでな。いつでも勝手に寝るからな、俺はもう。こいつらほんまあんま好きちゃうからな。なんやねん、こいつら。なあ、みんな。まったく。ヤシの木また植えとこう、俺。よし。滅ぼせって。町の住民みんな滅ぼすか。ねえ。ここ俺だけの町にしたろ。ほい。あ、場所間違った。よし。一マス間隔で、植えていくっていう。これ植えれる？ここ。植えれた。これ二マスじゃん、これ。おほう、二マスや。おせ。あ、朝なった、おはよう。もう生えてきたやん、これ。やーい。酒のムニエルを。ちょ、いっちゃんこいつ絶対にさ、ねえ、ポテト食いたいとか、ねえ、カニ食いたいとか言ってたやつやんけ、こいつ。ただ貸すやん、こいつ。嫌い。よし。一食最高何円使ったことある？わからん。何万かじゃん。高いわ。もうあいつ、仮病なんかな？ここで寝といたらとりあえずうまいもん食えるやろっていう。クソみたいな発想やろ。で、ちょっと待って、なんか、浄水器があったよな。これ作っとくか、とりあえず。浄水器。よし。さ、浄水器をなんか、作ってくれってやついたよね、確か。ここに入れたらいいのかな？おい、水汲み室。あ、いいね、浄水器。うえーい、めっちゃ喜んでる。見事なもんだ。うわー、水いいね。ありがとう、ダイダラ。こんな綺麗な水、病気で死んだじいちゃんにも飲ませたかったよ。綺麗な水があれば美味しい料理が作れるよ。実はあたいとや、なんか武器のアイディア考えてね。ヘルコンドルに対抗する武器さっていう。あー、オッケー。ヘルコンドル製のなんかやつ考えてんだね。サンキュー。よし、ゲームもらった。浄水器の周りで水を汲めって。やってみようか、じゃあ。何やねん、これ。水じゃなくて、この、これより綺麗な水。バケツ持ってる、俺。バケツないわ、みんな。ちょ、誰かバケツ貸して。バケツ。バケツないやんけ、もう。ないやん、これ、もう。帰るわ、俺。誰か俺のバケツになってくれ。あった。な、これ。木の窓。はぁ。こんなんいつ作ったんやろ、俺。よし。おけつ？おけつはいらない。さて、ここでいいの？ウェイ、ウェイ。あ、綺麗な水だ。鎖骨の穴で組めや。そんな鎖骨はっきりしてんの、みんな。なんかいいね、このゲーム。なんかさ、そう。いろんなものをどんどん作っていくっていう。ね。なんか、ほのぼのするゲームやね、これ本当に。好きやで、こういうゲーム。よいしょ。みんなもね、ぜひともやってみてください。これ、ここに入れとこう。ふぅ、人が普通に入ってるけど、綺麗な、綺麗、綺麗。みんなもうあれやで、俺が、ね、入った後の風呂とか入れるやろ？風呂？あれ、ここ壊れてる？もしかして。え？なんか道穴開いてんねんけど。なんで？もう壊されたん？これ。え？そんなすぐ壊されんの？ここ。銃、結構し、あかんのかな？絨毯って。絨毯って強度低いの？みんな。まさか。意外なことに。君が壊した？俺のせい？絨毯って強度ないの？嘘ん。結構強度あるやん。ほら、これ、強度これもあるけど。自分で壊してたか。そうか。すいませんでした。私が悪うございました。これでいいんだろ？じゃあ、
ここがなんか寂しいな。ここ俺の隠れ家にしようかな。みんな、どう思う？ここ。すげえいい空間やねんけど、ここ。ちょ、ここだけちょっと強固にしとこう。ほい。強固な部屋に。よし。土手を狙うモンスターが現れたって。知らん知らん。よし。ここだけ強くしとこう。物置サイズじゃないよ。ここはさ、みんな、選ばれし者だけが入れる伝説の空間。そういうことだよ、みんな。でも、いい感じのドアがないな。押し入れ的な、1マスドアが欲しいな。1マスドア。牢獄のドアでええねんけどさ。それはまた今度でいいや。よし。うわ、絶対硬い、ここ。ここにベッド作っとこうかな。よいしょ。え、ベッドって別に。よいしょ。これもう俺のやからな。絶対あんま寝んなよ、ここで。部屋じゃないとこで寝てもええやん。ここ安全やと思うね、絶対。あ！部屋やないと寝られへんのか。うわー、切ない。そういう条件あってんね。じゃあ俺の部屋だけちょっと豪華に。木のドアにしちゃおう。ごめんな、強くて。で。よし。ちょっと歪やけど。全然ありでしょ、これ。で、ちゃんと照明もつけましょう。部屋にあったで、これで。空き部屋！いや、いい部屋できた、これで、みんな。それで個室にしようか、ここ。樽とか、ちょっとドア、壺置いて。で、酒樽も置いて。なあ。おしゃれな雰囲気出していこう。いいねえ。で、木のテーブルも置こうか。ここら辺に置いて。よし。で、椅子も置こう。いいねえ。物置やんけ。いや、物置じゃないって、ここ。ほら。いい部屋やん、こんな。みんな住みたいなったか？で、お酒の瓶も置こうか。ちょっと俺、飲んだくれやね、実を言うとみんな。なあ。よし。飲んだくれクソ野郎やって。家賃はね、ここ、結構安い。2万3000円ぐらいだよ。よいしょ。うわー、すごい、いい部屋。住む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 みたい。うわー、すーごい、エンブレムの圧迫感。ちょっとそれわかる。若々丸だよね。で、待ってみんな、個室にしよう。独房じゃないよ。個室にするわ、これ。青い油がない。ないや。俺の部屋じゃない、あそこ。うわ、俺ここの部屋乗っ取られたらちょっと怒るわ、俺。この部屋勝手に寝たやつもう切り刻んだろ。いやー、さて、料理がまだ作れますね。酒のムニエルを作って食わしてあげましょう。ムニムニ。で、あとは、パンも作れるかな？作れた。よし。パンとカゴ。さあ、この二つをまず食わせに行きましょうか。
寝られるかもしれん、これ。ちょ、待て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 。待て待て。で、もぐもぐじゃねえよ。ちょ、待て。マジ、あいつら、あいつら絶対俺の部屋パクろうとしてる。よし、先に寝たろ。料理する前に種も作っとけって。さ、種も作らなあかんのか。扉土で塞いとこうって。え、通るときだけ壊すの？それはちょっとね、ワイルド。うわ、でもなんか、ちょ、みんな俺の部屋だけなんか生活感出てるじゃん、ほら。すごい。うわ、なんか入ってきた、こいつ！うわ、うわ、なにこいつ？なにこいつ？キチガイや。怖っ。ブイヤベース食いたいとか、モリモリサラダ食いたい。マジこいつ覚えとけよ。よし。ブイヤベースとモリモリサラダだって。モリモリ作れねえ。カニがいるのか。よし。モリモリサラダ。で、ブイヤベース。鮭でーすがないって。ちょ、待って、鮭釣りに行こう、後でまた。で、鮭、とりあえず、ブイヤベースだけ、で、モリモリサラダだけ、渡しておこう。食べていいよ。うーし、さあ、エルエルが、なんか、みのりちゃんの治療終わったけど、ブイヤベースだけやな。どの辺まで進んだ？今日、メイダ倒した、俺。メイダ倒して、今、2階に、畑作ろうとするとこです。で、畑は、何がいるんやったっけ、みんな。畑作ろうじゃ、とりあえず今から。まず、じゃがいも3、小麦5、豆5。ちょっと、覚えられへん。覚えられへん、みんな。がっつり食べますね。みんな食べるよね、ほんと。食べる？よいしょ。種って何ができるの？とりあえず、じゃがいもが、3つやったっけ。で、豆が、5個やったっけ。で、小麦が、5個やったっけ。2時半、あ、もうすぐ終わるで。もう畑作って気持ちよくなって終わろう、今日は。旗だらなら旗だら。まず真ん中に、じゃがいも3つ植えます。うわ、うわ、うわ、すごい。で、次。どれが豆やろう。どっちが豆？こっち豆かな。違うみたい。うわ、壊してもた。よし。2、3、4、5。2日放置するとすごいことになるって。本当？すごいことしようぜ。屋上に緑があるってええなあな。さあ、これで皆さん、できたー！農業の目覚めが完成した。はい。ということで。おー、上がってきた、上がってきた。止まっちゃった、今。うむ、これは素晴らしいぞ。でしょ？うむ、素晴らしいぞ。農園が完成したな。物だけでなく、ついに生きた植物も作れるようになったが、ビルダーじゃ。ねえ。ところで、農大だら、お主はどのようにして旅の扉なるものを手に入れておる？おる？ねえ、世界中のことを。世界中であれば、薬の原料も得られる気がしての、そこに行くことはできぬか。とりあえず、よくやってくれた。だろ？他人ももらった。いらん。じじいだけが褒めてくれるってな。俺、じじいだけが友達なのかもしれん、俺の。すげえ悲しい。とりあえず、ここも、耕しとこう。なんでここだけスペース空けとんだよ、ほんま。小麦ちゃんと、いもちゃん、植えとこ。さあ、これじゃあちょっと放置しますね、ここの畑は。ね。うわ、でもなんかすごいいいよね、この、感じ。みんな、もう一段くらいこれ土あってもいいかもしれん。ねえ、じじともじゃねえよ。なんか、いいね。2階があるって感じが、見て上から見ると。なんかほんと緑ある家って感じじゃん、この街。強固な守り。そしてね、強い生命力を感じる
この一軒家です。ぜひとも皆さんもね、住みに来てください。よいしょ。今なら、敷金、礼金、タダです。お待ちしてます。ちょっと、この家のめんどくさいとこみんなあれや。一回外出ちゃったら、帰るのがめんどくさいっていう。よし。こっから敵侵入してけんかな、不安やな。ドラクエ界のレオパレスじゃねえよ。さあ、あとはね、VR ベースを作ったら終わりなんだよな。鶴とか置いたら鶴で敵登ってこられへんの？だってはしごでええんじゃん。はしごとか作るか、じゃあ。はしご。はしご作られへん。いや、木の壁って何これ。あ、壁作れんのか、これで。でも木材結構使うな。うわ、結構使うのばっかや、これ。なんか、はしごがどっかの旅の扉にあったはずやから、シャリを言うやったらパクっとくわ。まあいいや。さて、皆様、今日はもうね、夜も遅いので、少し短いですが、これぐらいで終わっとこうと思います。ありがとうございました。そうだ、青の扉の先に、メタルスライムがいっぱいいたところにあったよね、はしご。あ、なんかペチっとくか。今後。で、とりあえず次回、まず釣りをする。釣りをして、俺は、VR ベースを作って、気持ちよくなるって。ちょ、リアルでも VR ベースの作ってみたいな。作ってみたいな。作ってくれ。ということで、今日もご視聴いただきましてありがとうございました。ドラゴンクエストビルダーズ、またやりますので、続きもまた見に来てください。おつぽよ。動画を最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録がまだお済みでない方は、ぜひともチャンネル登録お願いします。スマホ、タブレットの方は、動画の下のここをタッチ。パソコンの方は動画の下のここをクリックしてね。また、ツイッターもやってます。更新情報や日常などをつぶやいていますので、よければフォローしてください。詳細文からアクセスできますよ。それでは、また次の動画も見てください。じゃあの。